こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。今日は朝の日本語をお話しします。寝起き。寝起きは起きたばかりの状態のことです。おはよう。おはよう。え、寝起きにステーキ食べてるの 寝起きでも食べられるの起きたばかりの状態のこと朝でも昼でも昼寝のあとでも一度寝たあと起きたばかりの時に寝起きということができますおはようおはよう寝起きでまだ寝ぼけてるのね 寝ぼける起きたばかりでまだ頭がうまく働いていない状態のことあれ服間違えちゃったもう寝ぼけてるのえー、起きてから10分もたってるのに10分たってても寝ぼけてることだってあるわよ寝ぼける 起きたばかりで頭がうまく働いていない状態のこと。おかしな行動をしたり、変なことを言ったりする。昨日どこに行ってたの仕事休んでたって聞いたわよ。ごめん、カバン買ってあげるからこれ以上聞かないで。寝ぼけたこと言わないで、ちゃんと白状しなさい。 同僚と遊びに行ってました。寝ぼけたこと、ふざけたことという意味もある。ふざけているように聞こえる言葉のことを言う。寝坊する、朝遅くまで寝ていること。あ、寝坊したああ、やばい、寝坊した。 明日仕事休みなんだ。えなんで祝日じゃないよね。えなんで祝日じゃないよな。有給取ったんだ。何か予定があるのいや、特に予定ないんだけど、リフレッシュのために取ったんだ。だから明日は寝坊できるぞ。寝坊する。朝遅くまで寝ていること。 悪いことに使うことが多いが、寝坊するには悪い意味はなく、予定がなく朝遅くまで寝ていてもいい時に遅くまで寝る場合にも使うことができる。もう寝坊しちゃったよ。なんで起こしてくれなかったの高校生なんだから自分で起きてきなさいよ。ちょっと休みだからっていつまで寝てるの いいじゃん今日くらい寝坊しても寝過ごす起きようと思っていた時間より遅く起きてしまうことおはようございますおはようそんなに急いでどうしたの今日寝過ごしちゃって遅刻するかと思いました寝過ごす 自分が起きようと思っていた時間より遅く起きてしまうこと。寝坊するとは違って、寝過ごすは悪いこと。どうして遅刻したんだあの、寝過ごしちゃって。ネイティブは、寝過ごすよりも寝坊するの方をよく使います。寝過ごすという言葉には、電車に乗っている時に寝てしまって、 降りる駅を降りられず過ぎてしまうことにも使う <noise> あ、やべえ、寝過ごしたここどこ <noise> 朝食をとる朝ごはんを食べることですみなさん、朝食の重要性をご存知ですか朝食をとることは一日のエネルギーにもつながります 皆さんは毎日朝食をとりますか私は時々とります。その日の気分によります。朝食をとる朝ごはんを食べるという意味朝ごはんを食べるよりもフォーマルな場面で使うことが多いです。日常会話では朝ごはんを食べるの方をよく使います。橋本さん 本日は朝食をとられましたかはい、私は毎日朝食に和食を食べているんです。健康的でいいですね。木下さんは朝食は何をとられるんですか私はトーストが多いです。残り物をチンする。 前日までに食べられなかった残っているものをレンジで温めること朝ごはんできてるまだ昨日の残り物チンしちゃうから待っててまた残り物嫌なら食べなくていいわよすみません食べます残り物をチンする 残り物は前日などに全部食べられなかったもので、残っているもの。チンするはレンジで温めること。レンジで温めることをチンするまたはレンチンするという。朝食とったええー。でも残り物をチンしただけですけど。それでも食べるなんて偉いわ。 今日もレンチンご飯、彼女が欲しいな。髪を溶かす。ブラシや櫛などで髪をきれいにすること。やだ、もう髪ボサボサじゃない。早く髪溶かしなさいよ。え、さっき溶かしたんだけど。お願い、もう一回溶かしてきて。 髪を溶かす。ボサボサは髪の毛が乱れていて綺麗じゃない状態のこと。髪を溶かすはそんなボサボサな髪や汚れがついている髪をブラシや櫛などを使って綺麗にすること。お母さん、髪溶かして。今日はあまり寝癖ついてないね。寝癖。寝ている時に髪が立ったり。 ぼさぼさになったりすること。髪が短い人の方が寝癖がつきやすい。寝癖がつくという言い方をする。おはよう。寝癖すごいよ。早く寝癖直した方がいいよ。今回は朝に使う日本語を7個プラス2個を紹介しました。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。 また次の動画でお会いしましょう。さようなら。